スイスの歩き方です。今日はね、8月1日でスイス建国記念日、花火がね、昨日と今日しかできないらしいんで、今から花火に行ってきます。時刻がね、もう10時ほぼ回りかけなんですけど、8月1日ゼルマットですね、マッターホルンの山麓の町ゼルマットから、これなんやろ、今から花火に出かけます。これなんやろ、白かな、わかんないね。いろんなね、色の花火がありますね。これがどうやって、まあ、火を吹き出すのかね、とかも皆さんと一緒に情報共有したいと思います。スイスにも花火はございます。ピンクより、では行ってきます。多分ピンクより、さあ来ました。わ、すごいな。あ、今日光んねや、こいつ。昨日も光った。へえ。花火向こうの方で上がってるな。でもこっちからも見えるよ。見える。行きましょう。色変わってる、ここ。お前は青やけ。わ、すげえ。あ、なんかみんなこっから見てるよ。今10時かな、ちょうど8月1日ですね、今ね。あ、ほんま向こうよ。22時5分。おお、すげえ。こっから見えるのかな、すげえ。なんかアメリカン、アメリカンやね。すごいな。おー、すごいな。みんなベランダに出てる。人花火間違えそう。うまいやな。おお、すげえすげえ。鐘の音がすごい。マッターホルンの山麓ゼルマットです。夜こんなんなんやな。あんまり夜出たことないからな。特に今日は建国記念日なんでね、特別な夜ですね。普通ね、夜こんなに鐘鳴ることもないですしね。そう、綺麗だね。今娘と二人で夜のセルマット。そうやね。山の上でやってんの。そっち行ってみて。山の上はちょっと危ないですね。今ね、あの橋から下に降りてきたんですけど、ここね、絶対こっちの方が綺麗に見えますね。それとあと人がすごい。すごい。今照明が消えたら多分これから始まるんちゃうかな。どこやどこやどこや。あ、すげえ、完全に火消えた。結構ね、あの寒いんですよ。ちょっと雨が、うん、あ、鐘の音がちょっと弱くなった。お、向こうも光った。向こう何やろな、あれ、なんか真っ赤な松明が、向こうとか向こうとか。下がね、こんな川ですからね、今見えるかな。これすごい川です。向こうに橋があって、みんなが
花火を見てます。これ雨降っても消えないタイプ。そうやな。ツェルマットのスイス建国記念日の花火の様子ライブで中継してます。8月1日の今夜の10時過ぎたところですね。スイスのアンチャネル、すげえ。下から出てんねんな、いっぱい山の山麓から。おーおーすげえ。うわーすごい、最後めっちゃ綺麗やん。なあ、ホタルが動き回ってるみたい。お前やな、ええこと言うな。すげえ、何だこれ。最後めっちゃ綺麗やった。スイスで花火、おじさんに火を借りました。私もスイスで花火です。あのホテルの、マッチをおじさんからいただきまして、これで花火終わりやな。あつ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 ていうか今さめっちゃここやけどした。あのちょっとこれ帰って冷やさなあかんわ。さてな感じでツェルマット、またほのさんのこのツェルマットでの建国記念日の夜の花火大会終了です。最後ね、今日買った花火ができたんで良かったです。あの親切な多分スイス人のあのなんか家族にね、この町、ここのどこのホテルの町だこれ、なんかせっかくなんでね、多分彼らが泊まってるの、ブリストルって書いてるのかな、はい、っていうとこの町で、買った花火を楽しませていただきました。まあ、スイスで花火体験ができるというのもなかなかこう楽しかったんですけど、また皆さんもよかったら8月でスイス来ることがあったらね、こういう花火も体験してみてはいかがでしょうか。それでは、スイスのあり方チャンネル、バンバテッペでした。皆さんまた、今後のスイス動画ご期待ください。ではツェルマットからさよならです。ちょっとね遠くで見えないと思うんですけど、あれが、スイスの提灯ですね。日本の提灯と本当によく似てます。すげー、わわわわ、まさか紫色も出てきたよ。なあ、すごいな。やっぱり山から。
すごいなこれ。